あ、皆さん。やっほー。やっほー。よくテロップ打ってる。あ、OK。私も音じゃん。来た。やっほーキャンさん。やっほー。ハロー。聞いてる？ハロー。ハロー。キャさん今日デコ出しじゃん。うん。かわいい。でもおデコ出してた時期の方がね、先輩なんだよね。どういうこと？なんか人生の中でさ、22年中さ、うん、おでこ出してた時間の方が長いの。そうなの？そう。エッセイに入ってから？そうね、なんか大学高校ぐらいから。おでこ出し？かな。こっちだ。半分。うん。ふんふん。うわ。なんかリクエストのさ仕方が初めてやってさ、ちょっとわかんなくて遅くなっちゃった。全然平気よ。3時ぴったりに始めたつもりだったんだけど。まあまあまあ、いいでしょう。いいでしょう。うん。いい。何してたの、キャさん。キャさん？ね、うん、今日？うん。今日パンケーキ作ったよ。朝ごはん？お昼。お昼？そう。あとアンケートを出した。うん、ああ。アンケート。お仕事の。うんうんうん。以上？あとなんかやったっけ？チョコ食べた。いいじゃん。うん。ふさんは？ふさん、本当に何もしてない。ふさん、本当に今日やばい。やばい、人に言えない生活した。どんな生活してんだ。朝に起きれなかった。うん、それはわかる。そう、最近ね、めっちゃね、夢見るの。わかる。そう、それでね、朝ね、アラームをつけるじゃん、うん、それでさ、うん、アラームが鳴ってさ、起きるんだけどさ、夢見ててさ、続きもうちょっと見たいなって思ったらさ、うん、いつの間にかさ、3時間ぐらいさ、経っててさ、ビビるよね。なんか、どういう夢見んの？いろんな夢見る。楽しい系、それとも暗い系？あ、楽しい系、楽しい系。あ、じゃあいいね。怖い系見るの？なんか私、本当になんか悲惨な夢ばっか最近見てる。やだ。悲惨な夢？やだな。うん。なんか、めっちゃ変。うん、精神的に辛い夢ばっか最近見て。ねえ、やだそれ。嫌だ。今日もめっちゃ辛かったもん。今日も？うん。でも起きたら安心した。うんうんうん。いいね。うん。うんね。なんかね、学生時代にね、うん、戻るね、夢とかね、めっちゃ見る。あ、昔の夢とか、見る。わかる。あとね、なんかその日起きてしまって見れなかった夢の続きをね、次の夜にね、見ることがね、できるようになったの。ねえ、じゃあ続くんだ。そう、続く。いいね。うん、すごい。すごいよ。わかる。なんか昔の環境なんだけど、うん、なんか別に昔あったこととかじゃないんだけど、場所が昔の場所だったりとかはある。ああ、確かに。うん。それはありますね。うん。ね、待って、エアコンはい。ん？エアコンつけたい。エアコンつけてきなよ。うん。お客さんがエアコンつけてきた。いや、エアコンなしで生活してたの毎日。うん、違う、さっきね消しちゃったの、寒すぎて。ああ。でもまたつけた。消す日がないんだけど、エアコン。そう、基本一日中つけてる。うん、
そうなの。あ、今日ね、あの NiziU を久々にもう一回見てた。そうだ。あ、NiziU 見てたの？うん。そう、その最終審査のミックハッピーの回をもう一回見てた。うん、あー、いいよね。うん。懐かしいよ。ずっと見てた。でも、まあ、もう一回見たのね。うん。なんか YouTube とかに上がってるから。わお。見ちゃう。わおわおわお。わお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 。何それ。何それは。うん、得意な顔。何、得意な顔。いいじゃん。いいでしょ。うん、絵で描きそう。描けそう。これ見たい？うん、この目見たい。それの真似なの？うん、違う。そうよ。そうなのね。うん、そう、そうなんだよ、そうなんだよ。ふさん前髪切ったのかな、だって。うん、ふさん結構前だね、それは。2週間ぐらい前に切った。うん、言われてる。ふさんもね、うん、あのね、おでこ出ししたいんだけどね、うん、おでこ広すぎてできないんだよね。え、キャ広い自信あるよ。キャも結構広いね。うん、めっちゃ広いよ。ふもね、広いんだよね。でもね、後ろ髪ぐらいね、前髪伸ばしたスタイル、うん、え、そう、ずっとそんな感じだった本当に。茶さん、うん、いつ切ったの？え、高校で一回切って、うん、なんかちゃんと切ったのはあのバレエやめてから。あー、バレエやってたもんね。そうそう、バレエでなんか前髪作れなかったからやめてからいいね。うん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 。ね、チーズボール食べたいんだよね、毎日。何？チーズ？チーズボール食べたい。じゃん、食べようよ。食べたい。食べようよ。どこに売ってるかな？わかんない。なんかさ、なんだっけ、チーズドッグはさ、うん、なんかあるじゃん、あの、チーズドッグ屋さんみたいな、これ専門のやつがさ。でもさ、チーズボールはさ、チーズボール屋さんっていうのなくない？でもあんま聞かないね。韓国料理屋さんの中のメニューとかじゃん。うん、ちょっとないのかな、名古屋にチーズボール専門店みたいな。へー、オースとかにないのかな。うーん、わかんないよ。え、オースにチーズドッグあるっけ？あるか。どうなんだろう。あ、ある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 。あるっけ。うん。え、虹色のやつだっけ。あれ、全然覚え出せないよ、どこにあったか。え、なんかさ、たこ焼き屋さんとかさ、なんかなんだっけ。あるあったり。あるっけ。あるある、全然思い出せない。行きたいな。行きたい。ケバブ食べたい。え、ケバブ好き。ね、食べたい。食べたい。ケバブ。ね、東山動物園でね、ケバブ食べた。あ、そうなの。前に。いつもね、原宿行くときにね、ケバブ食べてた。おしゃれ。動物園のケバブしか食べたことないんだけど。うん、髪切りたいな、また。うん、伸びた。切ったの、うん、長いね。うん、
15センチ切ったのにさ、また伸びてきたんだよね。え、全然長いよ。長いよね。うん。切りたい。無理。切りたいね。まあ、やりたいことがね、いっぱいある。整体もね、行きたいって思いながらね、まだ行ってない。ずっと行ってるよね。うん、ずっと行ってる。行こうよ、整体。ね、行こう、一緒に。うん。いいよ。行きたいよね、整体、うん、めちゃめちゃ行きたいよ。まばたき選手権。堀美央奈さんだっけ。うん、早いよね。すごいよね、早い。でもあれもうさ、なんか目大きいから余計なんか分かりやすいし、すごいなって思っちゃう。ね、すごいよね。うん、確かにそれはすごい。うん、青髪の裏話だって。なんだろう。もう忘れたな。でもなんかもう裏話アフタートークで話したよね、割と。うん、話した。何があったかな。青髪話したよね、いろいろ。うん、てかなんか最近結構一緒にいたよね。うん、ね、めっちゃキャさんと一緒にいる時間多かった。うん、ね、警察もあったし。そう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 。なんかお仕事一緒だとさ、割となんか一緒にじゃあご飯行こうとかさ、なんか、うん、その後とかでね、そう、なんか一緒になんだろう、そのままいること多いよね。うん、ね、しかも年一緒だしさ、なんか話し込むあれあるよね。一回話に火が入るとさ、うん、それなってなってさ、永遠にさ話すよね。そうね、なんかそう、飲みに行ったんよね。飲みに行ってさ、うん、もうさ、なんか結構行って、なんかお店の人にもなんかあのここ何時間なんでみたいな言われて、言われたね、うん、で外行ってカフェ行ってまた喋ってたよね。ね、とかあるよね。そうね、確かにずっと喋ってるかも。1年ぐらい前にさ、1年だっけな、うん、半年だっけな、うん、なんかあの給食居酒屋みたいな一回行って、ああ行ったね、ランドセル。美味しかったな。うん、ね、そうね、うん、普段キャさんと一緒にいる時しかお酒飲まないんだよね。うん、あ、機会がないもんね。うん、家でも飲まないからな。私も言ってそんな。うん、ねえねえ、いい飲み会する。うん、まあでもちょっと前ですけどね。うん、揚げパン食べた、食べた、美味しかったね。えねねねねねのね。もう実際の給食をだんだん忘れかけてる。実際の給食の揚げパンがめっちゃなんか私の学校美味しかったの。揚げパンさ、なかったんだよね、私の学校。なかったの。え、給食室っていうかさ、うん、来るさ、給食の部屋がさ、学校にあったタイプ？うん。あ、そういうことか。そしたら揚げたてがさ、食べれるってこと？そうね。まあでも結構人数多かったから、うん。この、だから、うん、なんだろう、でもあったかかった気がする、結構、大体的には なかったんだよね。給食センターから作られたやつを運んでくるタイプの給食室がなかったの、うん、学校に。だからさ、
揚げたてのやつとかさ、出来たての給食食べたことない。え、給食当番とか配る人いないのじゃ。あ、くお皿配るだけ。うん、うん、全部ね、うどんとかもね、うん、なんかのびのびだしね、揚げパンとかもない袋に入ったパンだった。うん、なるほどね。うん、揚げパンめっちゃ美味しかった。ちょっと揚げたいもん。揚げパン揚げたい。本当に美味しかったもん。ねえ。でも結構大きくて、うん、の学校のやつはね、結構大きくて、うん、できな粉もめっちゃついてたの。だからどう頑張って食べても顔にねきな粉がつくの。いまだに正しい食べ方がわからん。きな粉だけなの？味。なんだろう。でも甘いからちょっと砂糖とかはあると思う。あ、普通のきな粉みんな同じ味。いいな。あれはなんだっけ、麺、ソフト麺もう食べたことないの。ソフト麺は私もないかも。あんま記憶にない。あ、あったかな。うどんとかさ出てた。うん、どうやって出てた。麺と別々汁に分けてあった。あー、分けてあったかな。なんかうちのさ給食、あ、分けてなあった。うん、なんか最初からさ汁の中にさうどんがもう入ってるスタイルでさ、ねえ、やばかった。なんか難しそうそれ。うん、すごいね。なんかちょっとやばかった。吸い込んじゃう。うん、なんか海洋食みたいな感じだった。今日はなんか、うん、もう麺は麺でこう大きいのがあって、なんかあの手袋みたいなのして給食当番の人がこう分けてくみたいな。すごいね。それだったらさ伸びなくていいね。そうね、めっちゃね、伸び伸び伸びだった麺。ねえ、なんかそうめん汁みたいなのもさ出るけどさ、めっちゃさ、うん、もう原型ないのそうめんの。全体的にじゃあもう時間が経ったやつって感じなの。そうそう、本当にそう。あんますごい美味しかったっていう記憶があまりない。なんか私中学は微妙だったけど小学校めっちゃ美味しくて、うん、なんかまあ言っちゃうとさ学校バレちゃうから言えないけど、その学校ならではのなんか特別なメニューとかもあって、なんかねえ、らしい千葉のご飯みたいな。なんだろうね、なんかなんか難しいけどなんて言おうか。広島牡蠣出てたよ、牡蠣。一回も食べたことない。でも、あ、そうなの。うん、6年間衣、周りの衣だけ剥ぎ取ってあとは残した。そう、千葉でしょ。千葉何があるの。千葉は、あ、でもその給食のやつは別になんか地元ならではっていうよりかは本当になんかその学校だけの特別なやつみたいなやつだったんだけど。あ、そっか、給食室がそこであるからそこで作れるってことか。うん、そう、千葉だと、あ、そうね、落花生とか。豆落花生、うん、落花生めっちゃ家でも食べてた。え、給食にポンって出てくるの。あ、給食にはないかな。普通に千葉で有名だから家でも、うん、あの手でこうやってパカッてして食べてた。でも落花生は育てたな、学校で。育ててない。嘘。落花生とね、ヘチマとね、トマトとアサガオとか育ててた。アサガオは育ててたよ。あと学校に田んぼあった。ねえ、すごい。稲刈りとかしてたもん。いいね。うん、
今夏でしょ、何が。そうめん食べたい。あー食べたい。お蕎麦屋さんとか美味しいやつ食べたいな。わかる、わかるよ。あとかき氷屋さん行きたいね。ふわふわのさ、かき氷食べに行きたい、うん、でかいやつ、でかいやつ食べたい。このぐらいの。そうあるよね、絶対探せばある、絶対ある。食べたい、うん、それ勇気、勇気でしょ。うん、あとね、お祭りにね行きたかったけどね。あいいよね。無理ですね。名古屋来てから一回もお祭り行ってないんだよね。いや行ってないね。なんか行ってる人は行ってるじゃん、うん、多分。うん、でもなんだかんだ一回も行ってないな。行ってないね。え、去年のね、栄でさ、うん、なんかお祭りみたいなあった日、公園だった気がする確か。え、違ったっけな。なんか覚えてないや。なんか劇場から出てロケバスに乗ってる時にめっちゃ栄がお祭りやってていいなって言いながら帰った記憶がある、うん、公園じゃなくてもなんか劇場であった気がする。忘れた。いや私もなんかね、なんかあった時だった気がするんだけど、ね、うん、他のメンバーなんか行ってる人もいた記憶はある。うん、どうだったっけ、あんま覚えてないけどね。うん、そう。観光名所とかもさ、全然基本行ったことないからさ、うん、すごい、いつ行けるんだろうって感じ。大須と、うん、栄と名古屋駅しか行ったことない。そう、わかる。あと動物園ぐらい。動物園もあるな。水族館行きたいな。水族館どこにあるの。え、水族館名古屋にあるかな。あ、わかんない、名古屋か。でもなんか昨日ね、友達に愛知のおすすめは、うん、あ、名古屋のおすすめはみたいに聞かれて、うん、全然行ったことないけどネットで調べて、うん、ここいいんじゃないって言った、うん、適当じゃんキャスだって行ったことないもん全然。確かに、うん、行きたいな。あるかね。そう、昨日調べてたからめっちゃ行きたくなった。うん、コロナなくなったら行きたい、いろいろね。本当に弾岬もね行きたいんだよね。あ、いいね。行ったことない。私もない。遠いの、ね、もう今度海の近くでしょ。遠いかな、じゃあ。どうだろう、海も行きたい。あ、いいね、うん、私花火したいな。花火したい。よくない？したい。花火したい。ね。花火もしたいし、あとは。プラネタリウム行きたい。あ、行きたいね。ずっと言ってるよね。うん。行きたいし、あとは、何があるかな、名古屋。名古屋から1時間ちょっとかかるって。弾岬？多分。え、遠いね。そうね。遠すぎや。なんか。何で行くんだろう？地下鉄？地下鉄じゃないか。なんだろう？なんか普通にお泊まりしたいなって、なんか花火とかもして、なんか。いいね。海とかでも遊んでってやりたい。いいね。うん。旅館に泊まろう。うん。いい、それは、良き。あと温泉入る。ね、あ、良い。なんかお家だと全然さ、リラックスできないからさ、シャワー浴びるだけだから。ね、本当に。普通に温泉とか行きたい。わかる。温泉行きたい。温泉行きたい、温泉。リラックス旅。あとあれ。スパやる。ね。そう。
あるかな。ユキでしょ。うん。やりたいな。いいね。うん。いい。すごい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 。ドーナツ食べたい。ドーナツ。うん。ミスドにね、毎日行きたいと思ってるのにね、行けてないっていう事実がある。うん、私たまに行くよミスド。え、いいな。なんか今さ、なんか新しいやつさ、うん、出ててさ、いいなって、うん、食べたい。食べたい。食べたいよ。今日でも最近マックばっかご飯。うん？今日最近マックばっかご飯。やばキャさん。私ね、自粛期間になってから一回も行ってないんだよね。本当？なんか2月から5ヶ月ぐらい行ってないマック。今ね、あのミニオンのね、あのシェイクみたいなの飲んだ？昨日飲んだ。いいな。めちゃくちゃ行きたい。あとシャカシャカチキンを食べた。いいな。ご飯、夜ご飯がマックなの？そうね。めっちゃアメリカンだねキャさん生活が。そうね。ね、フさんは何食べてるかな。フさん納豆とキムチばっか。うん、でもわかる。また昨日納豆買っちゃった。常に納豆とキムチはあの冷蔵庫に入ってる。美味しいよね。うん、大好き。キムチ大好き今。いいね。うん。なんかさ、うちらがさ、ここ最近で一緒に食べたもの全部辛い説みたいな。え、そうなの。本当にさ、マジでこのね、ね、劇場とかさあってさ、リハの後さ、うん、とかもさ、本当にさ、辛いものばっか食べて、マジでずっとお腹痛かった毎日。ね、ふさんお腹痛かった。私全然なくなってないからさ、次の日のレッスンでさ、なんかうさんだけなんかそうなの。そう、もう本当にね、しんどかった。なのにさ、また終わったらさ、辛いもの食べに行ってさ、またお腹痛いままさ、レッスンしてさ、ね、すごかったよね。台湾ラーメンの次の日に、うん、なんだっけ、チーズなんだっけ、あれ辛いの食べたよね。うん、食べた。あれ食べた。韓国料理食べたから。辛いもの美味しいよね。でもうん、わかる。辛いものね、大好きなんだよね。辛いも大好き。暑い今日。天気悪いね。でもうん、嫌だ。天気悪いの嫌だね。洗濯したいのね。洗濯永遠に溜まり続ける病ね。てるよ。できんよね。うん、そう。そう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 。ミセンね、また行きたいね。うん。なんかキャさんとね、結構一緒にいるからね、大して話すことがないのよね。うん、そうなんだよね。何があるかな。なんかもう喋ってるよねずっと。そうなの。そうなの、そうなの、そうなの、そうなの。本当に髪切りたいな。切ったけど切りたい。髪ショートにしたい。わかる、ショートにしたい。うん、肩ぐらいまでね、バッサリ切りたいな。
ね。もうなんかドライヤーにさ30分かかってさ、うん、お風呂入ってもさめっちゃ逆に汗かいてさ。え、わかる。めっちゃね、憂鬱なの。お風呂に入るのが、ドライヤーのこと考えたら。ね。うん。そう。切ったらめっちゃ楽になると思う。わかる。夏いらなくない髪。そう。それね。本当に、夏は、冬はいいけど、夏はちょっと。うん。遠慮してきます。って感じよ。長すぎる、本当に嫌だ。うん。マジでみんな長くなっちゃってるもんね。うん。そうなの。長すぎるの。遊ぶな。みんな遊ぶな。角。角。片方角。片角砂。両角も砂。両角。今日セミ鳴いてないな。うん、今日聞かない。昨日は聞いたね。何この画面が切る。え、こっちの角で金なんだけど、なんでなん。片手だからじゃない。あ、そういうこと。うん、角生やして遊ぶ。なんか垂れたんだけど。カゴちゃんみたい。カゴちゃんわかる？うん、わかるよ。カゴちゃんの昔そんなんじゃなかった？モームスの。確かに。スジちゃんだっけ？いや、カゴちゃんだ。どや。どや。ミニモニです。私たち。そちらの世代だから。ミニモニ大好き世代。ね。うん、鉛筆とか全部ミニモニだった。ミニモニの携帯持ってた。あー、なんかもう全部ミニモニだったよね。うん、キャー。もうついね。テテテテンデンクネクネネ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 。どっちも子供だって。うん、そうよ。大人になんかなりたくないよ。このままがいい。人生はミス。これってさ、二人でカラオケとかできるのかな。ねえ、カラオケ来てたよ、なんかコメントで。そうなの。うん、二人で歌うとかできるの。さっきね、二人で配信したらって来てた。へえー、やったことないな。ふさん基本歌わないからな、ショールームで。カラオケできないって。ね、使えなさそう、機能。みんなと共にいられるだけで、なんでだって最高っす。みんながすんだね。なぜ最新画質美肌は使えないんだって。そうだよ。
ゃんじゃん。それなんかあれか、紙につけるやつか。クロクロ式ですか、うん、はい。こんにちは。お一人なんですか今日は。いや、連れが。それでも真っ黒じゃないんですね。そうなんですよ。あら、なんか真っ黒クロスキーってなんかいっぱいいるイメージがあったんで。そうなんです。それはちょっとカラフルですね。カラフルでしょ。はい、カラフルです。突然思ったんだ、イエイエイエイ。テテレレレレレ、チャ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 。また公演したいね。ね。うん、野球見に行きたい。行きたい。行きたいね。本当にコロナ早く終わってほしいな。ね。なんか愛知県またさ、増えてさ、来始め。うん、それな。ね、本当にさ、本当に自粛期間、本当に悲しいから嫌だ。からもう来ないでほしい。なんか本当にさ、精神的に来るよね。ずっと、うん、家にいるのってね、本当になんか本当に悲しい気持ちになる。うん、だってさ、公演以降さ、うん、なんかご飯をなんか生きるためにご飯食べに行った、なんだろう、スーパーとか、うん、そういうなんか必要なもの以外でさ、出かけ、うん、本当にね、なんか食べるのもなんかあれよね、なんかずっと家にいるのにさ、なんか食べるのなんかすごいストレスたまるんだよね、うん、でもさ、うん、お腹すくじゃん。うん、すくめっちゃ嫌だ、それが。今日はお菓子だ、キャさん。いいね。うん、さあ、お家にお菓子置かないんだよね。ねえ。うん、なんか甘いもの食べたくなんないの。なるなるなる。どうすんの。お茶を飲む。で我慢する。なんか嫌だ、うん、動いてないのに食べるっていうことがさ、本当に嫌なの、うん、代謝悪いし。むずいよね。なんか、うん、むずいよ。言うて食べちゃうな。うん、でも最近はね、1日ね2食しかね食べてない。うん、もうもうさ、本当にねやばい、代謝悪い。でもなんか前会った時からなんか言ってるイメージ。うん？ 2 食しか食べてない？そうそう。うん。そう。そう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 。何は今日も働いている。ラムネの食べ方。食べ方公演。懐かしい、そのラムネ。顔描いてあるやつがさ、たまに。え、全部描いてあるんだっけ、顔。いや、違う。あ、描いてあるやつはあるかな。わかんない。なんか、普通に何も見ずに食べちゃう。いいな。チョコボールとか食べたいな。いいね。いいでしょ。なんかラムネはアーヤが食べてて、うん、食べたくなって買ったのね。うん、
でちょっと前もさ、ナイアガプリン食べててさ、食べたくなって買ったの。なんか人に影響を受けちゃうんだよね。ナイアガプリンめちゃくちゃ美味しそうだったよね。ね、なんか人食べてるとマジで食べたくなっちゃう。わかる。同じもの。なんかね、YouTuber とか見ててもね、うん、そのなんか。人がね、食べてるものがね、めっちゃ食べたくなるのあうるよ。ん、なる。なんとか現象って言うんだよ。なんだっけな。なんかね、学校で習ったの。大学で。なんか人がやってるポーズとか、食べてるものが欲しくなる現象、なんか名前があったんだけど、ちょっと忘れちゃった。ねえ、心理学みたい。そう、なんかそう、人がやってるのを真似とか、それが、なんだっけ、わかんない。さんはわかりません。はい。キャスさん。よくさ、ダイエットでさ、なんかそういう人が食べてる動画を見て食べた気分になるみたいな言うけどさ、なんか逆にお腹空いちゃうんだけど私。ね、逆無理。だよね、なんかそれできる、なんかそれでダイエットできる人すごいなっすごいね。絶対に無理。て。うん。絶対に無理。逆に食べ物を見ずに過ごすな。それだったね、ら。そう。そうだよね。キャスさん。うさん、キャスさん。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 キャキャのキャキャキャのキャキャキャのキャキャの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 キャさんの歌。カラオケ行きたい今。カラオケね。でもいっちゃん行っちゃいダメなやつだよね。ね、マジ行きたい。何歌うの、キャさん。いろんなやついろんなはやひろ、つ。いろんなやつ。いろんなやつ。流行りの曲がわかんないな。君のドルチェあ、ア言うと思った。絶対言うと思った。ね、いきなり見川て島も同じこと言ってたもん。香水でしょ。M ステ出てた昨日。ねえ、君のドルチェ&ガバナの、すごいね。それが流行りなんだ。キュンです。それもわかんないんだよね。TikTok でしょ。全然わかんない。さんは流行に疎いです。うん。さあ、あんま流行とか気にしなさそう。なんかね、好きなものがずっと好きなんだよね。流行とか全然。そう。一生っていうか、ずっとハマったらもう、ずっとそれ。なんでカラオケ行っても48グループと坂道しか歌わない。ぐらいよ。確かに。そのイメージあるわ。行ったことないけど一緒に。確かに。私たちの曲あるのかな？カラオケに。確かに。滑り台。とか。全然もう行かなくなっちゃったからな。ね。カラオケもね、行ってないしね。プリクラとかもね、撮ってなさすぎてね。それな、進化してそうじゃない？それな、進化してそうな気がする。高校の時とかさ、1日3回ぐらいアプリ撮ってたんだけど。撮ってた。ね、撮るよね。もうずっとね、そこに
いる日とかもあったね。うん、懐かしい、うん、なんかね行ってたところがね、なんかプリクラスタンプカードみたいなのがあって、うん、1回取ったら1個スタンプがもらえて30個貯まったら無料でプリクラが取れるのね、うん、みんなで1個ずつさそのスタンプカードを持ってさ貯まった人の分からさ、うん、無料でプリ取ってまたポイント貯めるためにプリ取ってっていう永遠に繰り返してた時期あったね。私もあったの、なんか地元でスタンプみたいなね、めんどくさくて使ってなかった。でも取ってたコスプレしたりして取ったりしてた。あーあってね、ね、懐かしい、うん、懐かしいと思う。なんか今の JK もさプリ取るじゃん。でもさ、うん、なんかもう普段からさめっちゃ多分スマホで写真撮るしさ、うん、スマホもだいぶすごくなってるじゃん、うん、でもやっぱなんかプリって撮ってるイメージある。確かにね。でもテンション上がるよね、いつもより可愛く撮れるし、うん、確かにね。よきよきね、よきよきのよき、君のドルチェ&ガバーナ。最近めっちゃ目悪くなった。目悪くなったの？うん、急激に。そんなに？そう。なんで？スマホとパソコン飲みすぎ。ああ、私新しいメガネ買ったよ、ちゃんと測って。え、眼科行ったことないんだよね。マジ？うん、そう、今まで良すぎたから。ああ、急に上がらないから、ちょっと行った方がいいね、初眼科。うん、私は行ってね、メガネ壊れたのね、本当に、うん、ネジが外れて、うん、でもうなんかセロテープでさ止めて使ってるってさ言ってたじゃん、うんうん、言ってたね。そしたらさ、いつだっけ、一昨日のさチンチコチンをさ川島と、うん、やってた時にさ、うん、ネジがさ足元から出てきてさ、そのねそれさ取っとけばさ修、うん、理してもらうだけでよかったのにさ、本体のメガネも使い物になんないわと思って捨てちゃってさ、うん、ネジだけが残ってさもうどっちみちもう無理だから、うん、ちゃんと測ってもらって新しいメガネ送ったよ。私メガネと全部どうないからな意味ないな、キャさん。結構普段メガネしてるよね。うん、キャさんしてる。誰？私？キャさん？私、うん、してる。全部どうないんだあれ。うん、ない。UV カットかブルーライトカット。あ、今回ね、ブルーライトカットね、搭載したメガネにした。めっちゃいいじゃん。うん。ブルーライトカットいいよね。なんか、家でしかさ、メガネつけないしさ。うん。家でさ、やることってスマホ見るとかテレビしかないからさ、絶対ブルーライトカットの方がいいなと思った。いいね。うん。ね。ね。ね。ブルーライトは怖いからね。うん。この間のさ、その劇場公演のアフタートークもさ、全然カンペが見えないの。ねえ、あれキャさんやばかったよ。なんか本当に、なんか今までだったら絶対に見えるはずなのに、うん、どんどん見えなくなってくの。うんうんうん。でも、わかんなかった。何書いてあるか。でもなんか私さ一番前の席にいたじゃん、うん、だから代わりにさ読もうかなって思ったので、もう、もうね、キャッシュさんさちょっと読めてもさまた止まってさ、うん、なんかすごいさかわいそうなことになってたからさもう読もうかなって思ったんだけどさ、せっかくの仕切りをさ任されてるからさ、まあちょっと横取りしない方がいいかなと思ってさなんとなくこんな感じかなって感じでね、キャさん大体仕切りやるもんね。でもそうなの、同期とかで集まったら、うん、
ね、大変よね。ふさん一回もやったことないんだ、仕切りの仕事。ふさんでもなんか自分の話してる方がなんか向いてそう。ほんと、うん、ちんちこちんもね、一回もね、仕切りやったことないの。これまで。なんかそういう重要なのなんか全然来ない。鍵穴も一回しかやったことない。でも、まあ、だからキャラクターがある。それそれ。そうなの？絶対違うでしょ？絶対こいつ向けて思われてるよね。いや、まあでもね、キャさんはそういうの得意だからね。私が自分の話してもな、なんか、別に特にないから。うん。そう。いいの？でも、キャさんと一番年上だし、なんか、そうね。なんかをさ、決めたりするときってさ、じゃあ一番年下の何々とかさ、じゃあ一番年上だから何々とかさ、そういうのが多くなってさ、うん、キャさんは結構、しっかりめの仕事的なやつは、キャさんに回りがちな気がする。確かにね。そうね、うん、そう、役割分担よ。そうね。ふさんはガヤ芸人でいいや。ふさんでもなんかたまにめっちゃ面白いこと言うから。そう。うん、ただ生きてるだけ。だからいいんだよ、そのままで。わかった。わかった。うん、うん、うん、さん実写版のトトロやりたいの。そうなの。うん、もうスクロールはやめたの。クロールやめたの。そうなんだ。実写版のトトロに出るのが今の有名なの。あ、もう変わっちゃったのね。うん。そう。さんはどんどん特技増えていくから。更新されていくのか。そう。うん。いいじゃん。いいでしょ。うん。なんか実写版やりたいな。キャさんが実写版のなんかやるとしたら、うん。キャさんってあれ覚えたいの？なんかアリエルの、うん。まあ、歌の方だけど、セリフとかじゃなくて英語版で歌えるようになりたい。アリエルを好きなの。そう、アンダーザシーを、なんかね、英語でパートオブワールドだっけ、ユアワールドか、パートオブユアワールドと、あとなんだっけ、もう一個忘れちゃった。アリエルの曲？あ、ホールニューワールドだ。ああ、いいよね。とか、そう、歌えるようになりたい。英語覚えるってこと？そう、覚えたい。ああ、すごいね。でも、キャさんならいけそう。できるかな？うん。フさんは、あれ、あいみょん歌えるようになりたい。ああ、いいじゃん。でも地味にさ、地味にっていうかさ、日本語だけどさ、すごい難しそうじゃん。ああいう曲歌えるようになりたいよねって思う、すごく。なるほどね。うん、すごい思う。いいじゃないですか。いいでしょ、うん、英語はちょっと覚えられないな。まあ、むずいよね。うん、日本語の曲が好き。キャさん、かっこいい系の曲が好きもんね。かっこいい系か、ちょっとしっとり系が好きだもんね。確かに。さんは、わかりやすい曲が好きだから。そう。うん。うん。
キャさん、アメピとかめっちゃ好き、そう、好きでしょ。アメピ？うん。そうね。鉄菜だとね、うん、キャさん何かな？アメピしかやったことないからよくわかんない。なんか。あ、でも、あの、鉄菜の全曲、最初から最後までの曲、全、合わせても、鉄、あの、あれじゃない？アメピじゃない？初めの曲とかよりは好きでしょ。うん、マンゴーとか。うん。イノセンスとかの方が好き。ああ、でしょ。さあ、まあ、マンゴーとかがいっちゃん好き。うん。青がも一緒よね。ね。その話何回かした気がする。ね。中間派と。ね、キャさん。中間大好き。中間のしっとり系が好きだもんね。うん。しょっぱなの超盛り上がる系が好き。そうね。うん。逆やね。逆やね。うん。マンゴーマンの生まつでいこう。甘い甘い。フルーツのリズム。キャさん。ないことなさそう。なるか。鉄の復活さ、難しいよね。どうなんだろうね。ね。でも、あれはさ、すごい人数が多く、でも手繋いだりする。うん。とかさ、火曜、水曜はさ、ロープ持ったりとかさ、うん、超近い曲ばっかだから、ちょっと難しそうよね。むずい。うん。ぎゅっと。手繋ぎながらニコッと微笑んでくれた。キャさんなんか一人で歌うの似合いそう。もうユニットとかじゃなくて一人、うん、S のさ、なんて曲だっけ、うん、あるね、あれです、うん、なんかカノさんとかジュリナさんとかが、そう、なんて曲だっけ、忘れちゃった。ちょっとそういうユニット全然わかんないけど、そういうのがさ、うん、似合いそうだな、キャさん。ねえ、やりたいね。うん。あ、花占いだ。あ、そうだ。似合いそう。似合いそう。似合いそう。確かに、あれもしっとり系だね。うん、しっとり系。私はしっとり系はすごい。苦手っていうか、うん、なんか苦手。でもしっとり似合いそうな顔してるけど。私？うん。嘘。でも喋ると違う。よく言われるやつ。よく言われるやつ。キャさんは本当に見た目からしてしっとり似合いそうな顔だよね。本当？うん。うん。そう。キャさんは、うん、黙ってたらしっとり顔？うん、そう、黙ってたらね、いいと思う。ちょっとその顔はダメだけど。普通にしてたら。キャさんマジでさ、変な顔しないよね。嘘。うん。いつも決まってる。決まってる。決まってますか？キャさんは。いつも決まってる顔してる。ほんと？うん。そう。いいと思う。うん。どうも。うん。ふさんはいつも決まってない。あ、でもふさんそうだね。金にとかさ、ブルーローズとかもやってたじゃん。クさん、ブルーローズやったことないよ。ブルーローズじゃない、アメピだ。アメピ、うん。そうね。
あれはまあ、うん、頑張ったね。頑張ったな。うん。まあ、やるのはやるけど、うん、好きか嫌いかで言ったら、まあ、苦手よね。うん。鉄なの頭曲とかもすっごい楽しいもんやってて。うん。あ、でも中曲も楽しい。うん。恋の傾向とか大好き。そう、だから、ふさんは鉄の派だよね。私、青が派だから。うん。青がも好きだけどね、ちょっと中がかっこいい系がちょっと難しいよね。うん。ね。ね、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 鉄なもね、鉄なもね、会いたかったもやってほしいだって。AKB の曲もいい曲いっぱいあるもんね。確かにこうやって。そうね。うん。タンタラタタタ。自転車全力で。なんか一回さ、本当は青が変わる説なかった。え、そうなの？わかんないけど。なんか。聞いたことなかったそれ。本当、うん、でも受験生も普通になんかなんだかんだ結局まあでもこの事態になったからかわかんないけど。でも青川の公園好きよ私は。ね、いいよね。うん、私も好き。いいすごく良い、うん、でも終わるってなったらいつかさ、うん、悲しい気持ちね。デビューした公演だしさ、うん、8期生さんとかも悲しいよね。なんなら、うん、悲しいと思う、うん、でもいい曲、約束よとかいいしさ、あと花火でさ、うん、浴衣着れるのがめっちゃ好きなポイントだった、うん、そうだよね、うん、いいよね、うん、いい、かわいい浴衣、うん、ある、良い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 ね、良いね。あとさ、あのシンデレラとかさ、うん、なんか地味にさ一番最後の曲なのにさ歌える人とさ、うん、歌えない人がいるじゃん、うん、そのなんかなんだろう、悔しさ加減とかさなんか頑張ろうって思える感じです、うん、ね、1回しか歌ったことない。シンデレラ？うん。でも私もそんなたくさんはない。ねえ。うん。あとリンダリンダ隊になるかならないか問題とか、節だらあるポジションかそうじゃないかとかさ、なんかいろいろその時々によってさ、うん。キャさんもさ、私も結構いろんなポジションやってるからさ、うん。なんかその時々によってさ、今日はなんか休憩タイムができるとかさ言ってたよね。てか基本あれなの、ユニット中暇、最初に終わっちゃうからさ、1曲目。あ、そっか。だからなんかブルーローズ終わってから節ならとかないポジションだとさ、うん、なんかあのひたすら暇なのマジで。キャさんやばいよね。なんで、うん、ね、確かに。4曲、3曲休んで4曲目の途中で MC も挟んでるし。そうよね。うん、一番間が空くのはブルーローズからのリンダリンダ隊の人が一番休めるよね、うんうん、確かに、ね、多分軽く寝れるぐらいあるよね。うん、あるあるね。キャさん動物やったことあるっけ？ないない。でもユニットはブルーローズとアメッピしかやったことない。意外。うん、そっか。皆さん動物だったらなんだろうな。めっちゃ筋肉とかさやりそうって言われるけどさ、一回も回してできたことないし、うん、まあでもそんだけブルーローズがいいってことよね。多分私できないもんブルーローズ。
一回も会ったことないけど無理と思う普通に。あでも確かベルローズのイメージはなんかうん多分なんか 80% ぐらいは一生キリンやってたからキリンの女逆に私動物できないと思う。キャさんやるとしたらなんだろうな動物何が来たい。あんまわかんないなんだろう。あでも背高いからキリンじゃない。うん確かに身長とかもあるもんね。うんキャさんなんだろうな。ライオンとかも似合いそう。茶色系が似合いそう、うん、着ぐるみの。確かに。誰がいたっけあと。キャサンの動物もちょっと想像つかない。うん。猿って来てるよ猿。今は泣き猿。猿ちっちゃい人がやってるイメージ。うん確かに。いつも誰がやってたっけな。私もでも猿結構一時すごい猿ばっかだった時あったけど。懐かしい。そうね。今はないもんねユニット。6人はね。そうね。普通に考えて無理よね。約束ややりたいけどね。ねえやりたい今だからこそ。うんでも遠くにいてもがさどの公園でもできるのなんかいいと思う。めっちゃ好きな曲ね。うんそれはすごく思います。不散的見解。あれね、うちは後ろに入れてるからね。そうあのさこの前のさ DMM 見たらさ、うん、めっちゃ頑張ってさこうやってかがんでさ私入れててさなかなか入んなくてめっちゃ焦った。それでさ入れた瞬間にさあの入れるさ、うん、裏と表の方向決まってたじゃん、うん、あれ何も考えずに入れちゃった裏で入れてたらどうしようってめっちゃ考えてさ何回も直してさくるくるしてた一人だけ。まあね浴衣の後ろにね、うん、うちわやるって初めてだもんね。うん無理だった難しかった、うん、リハの時は両手でさ帯を押さえながらさ入れてたけどさ、本番さマイクあったわと思ってさ片手でさ入れないといけないことに気づいてさ、うん、本当に手こずってた一人で難しい。うん難しかった。非常に難しかった。ホタテ食べたいな、ホタテ。いいね。うん。ホタテ食べたい、最近。海鮮食べたい。お寿司屋さん行きたいな。行きたい、お寿司屋さん。ね、サーモンとマグロ食べたい。食べたい。お寿司食べたいな。ねえ。ねえ。ねえ。ちゃ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 ーちゃ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 ー。いいよねー。いいんです、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 いいんです。なんかなーね、これってさ2人までしかコラボできないの。ね、わかんない。どうなんだろうとかできるのかな。それは分からん。
めっちゃでも画面ちっちゃくなるけど、こうやって配信して。確かに。こんにちは。一人これぐらい。ありがとうございますって。やんないといけないけど。二人までらしいよ。そうなんだ。うん。パプリカ、花が咲いた。ああ。た空に種をまこ、夢の上、夢を描いたなら、心が弾ませあなたに届け。さあ、NHK 出たいんだよ。だから、今頑張ってるの。そうなの？ほんとよ。うん、初めて知った。さあ NHK の教育番組に出るの。ねえ。いつか。ワンワンの隣にいる女の子になる。うん、そうなんだ。うん。それかワクワクさんになる。めちゃめちゃ今からもう練習しなきゃ。うん、そうだからパプリカ練習してたの。もう出る頃にやっても時代遅れかもしれないから。嘘でしょ。そうなの。うん。木陰で泣いてたの。キャタンはね、ちょっと NHK じゃないな。私、うん、キャサーはニュースゼロって感じがする。ニュースゼロ顔キャサーは。じゃあちょっと日テレに行きます。さあは NHK、 イーテレ顔だから。キャサーはゼロ顔。ゼロ、うん、ゼロだったらあれだね、早起きしなくてもいいからいいね。確かに山頂早起きだな。そしたら朝の番組だと大変だけど、うん、確かに。それはそう、うん、それはそうよ、それはそうよ、それはそうよ。でも最近あんまりテレビ見てないな。昨日 M ステ見たん。 M ステはね、今録画してやる。うん、乃木坂が出てたから。乃木坂見たよ。私も乃木坂だけ見た。うん、みんな髪のさ、ここなんかくしてとかすごかったね。ね、ね、確かに。私もなんか Amazon プライムとか見てるわ。本当になんかスマホで何でも見てる。そうね、最近。あと YouTube。 うん、そうね。なんかもう本当にさ、ももたんとかもそうだけど、ずっと多分ご飯食べながらでもさ、うん、何しててもずっと YouTube 見てるじゃん。うん、なんかもうみんなそんな感じなんだろうね。うん、確かに時代だな。うん、時代時代。 Amazon プライムって何が見れるの？結構何でも見れるよ。映画が多い。うん、映画、ドラマ。あ、ドラマ見れるんだ。うん、そうね。いいね。うん、アマゾンプライムは入ったことないな。この期間ずっと見てる。アマゾンプライム。うん、いいね。うん、あ、ネットフリだからな。うん、そう、いいです。うん、良いです。映画もな、見に行きたいな。確かに。うん、
乃坂さんは今回小室哲哉さんの曲、うん、うん、そう、なんかさ歌詞にさ「ウォー」って入ってるとさぽいなって思わん？どういうこと？ウォーウォー、なんかなんていうの、なんか「ウォー」入ってるし、うん、小室哲哉さんの曲が、うん、いいよね。チャ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 、すごいね。衣装もでもめっちゃかっこよかったね。うん、命は美しいの時に似てた。でもかっこいい、あんな感じだったよね、色とか。確かに、うん、美しい、初めて気づいた日から。マジでめっちゃでっかいポスターね、家にあるの。うん、命は美しいの、懐かしいな。ね、うん、懐かしい、本当に懐かしい。何年前かなあれ、結構前だな、うん、だっけな、高校生ぐらいだった気がする。うん、難しいですね。わわわわわわわ、なアニメも見れるね、Amazon プライム。Amazon プライム？うん。確かに。鬼滅とかも全部見てた気がする。鬼滅ね、まだ見たことないです。うん。でも終わったよね。鬼滅。うん。そうね。そうでしょ？うん。鬼滅。鬼滅終わったからさ、あ？なんか、なんか追いつけなかったわよね、私。ね。ね、あれがね、ちょっと前だったもんね。え、もう全部見たの？うん。最後感動する？最後、うん、そうね。てかもうなんか全体通してよかった。てかなんか割と2、3日ぐらいで一気見した。えー。うん。えー。えー。びっくりしすぎて顔が壊れちゃった。口開きすぎですね。え、何話あるの？え、何話だろう、もう覚えてないや。なんか正直いろんなの見すぎてて、うん、あのそれこそ前ふさんに話したけど、バチェラーとかも、あ、一気にいろいろ見てたからもうわかんないわ。結構あった気がする。鬼滅、機会があったら見まーす。見なそう。見まーす。劇場見てないよ、みたいな。確かに。26話だって、鬼滅。あ、でも意外とさ、スッと見れるね。うん。まあなんか、ずっと、もうその、一日の終わって、次の流れを見て、みたいな。もうどんどん、そのまま見てた。ああ、確かに。そしたら、まっすぐ行けるか。うん。でも、目疲れるんだよね、ああいう映像系の。映画とか、一日3本ぐらい見てた時あったけど、めちゃくちゃさ、頭痛に悩まされてさ、頭痛薬をさ、飲みながらさ、飲んでまでもさ、ずっと見てた。私今スマホだからあんま見ないかな。実家の時になんか iPad とかテレビで見れてたから、ああ見てたけど。でも画面はちょっと目が疲れますね。うん、そうですね。はい。
どうもー、おインコでーす。どうもー、どうもー、ワクワクさんだよー。なんだってー、僕ワクワクさん。お前の名前はなんだ。俺が本物のワクワクさんだ。いや、俺が本物のワクワクさんだ。違う、俺だ。違う、僕が本物のワクワクさんだ。何これ何これ。カエル、カエル、キャさん変、なんか。帰る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 、うん、帰る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 。寂しい眠いを、これのうまい作り方がわかんないんだよね。じゃあ多分違うよね、やり方。うん、こっちはねできるの、こっちでこうはできるんだけどね、逆がねちょっとできないんですよ。じゃあ親指出すタイプ。親指出すタイプ、え、キャさんのなんか、あ、ここ、え、ちょっと逆がさ無理なんだよね。頭が使えない、ふさん、こうか、なんか違う。ブサイク。ああ、ああ、うん、疲れた。ね。ね、何時までやるキャさん。何時もいいよ、全然暇だし。キャさん、うーん、今何時だろう。今ね、4時25分18秒。ほんとだ、ほんとだ、ほんとだ。イエス。まあ5時ぐらいまでかな。5時になったら K2 さんが始まるから、公演が。そ、公演か、そうだね、マックス5時。うん、 OK。 もう1時間半やってるんだって。意外、そんなにやってる。2時間配信だね。ん？2時間配信だね、5時まで、ね、やばいね。でもそんなにやってる感覚あんまりない。うん、それ楽しい時間はあっという間に過ぎゆくものです。2020年7月24日、ふさんとキャさんが出会って2年という月日が経ち、これこうして共に負担を過ごせた、うん、かけがえのない日々を忘れず、卒業をしても一歩一歩歩んでいきます、歩んでいきます。小学校卒業おめでとう、おめでとう。これからも力強く歩んでいきます、歩んでいきます。卒業証書授与ですね。小学生なんだね。
小学生。小学校卒業したかようやく。うん。明日からは中学生だよ。なれる？中学生に。いけると思う。わかった。じゃあ明日入学式で待ってます。うん。明日は入学式だから。明後日は中学の卒業式で、しあさっては高校の入学式だよ。うん、わかった。うん。忘れずにね。うん。制服変わっとかなきゃ。そうじゃん。うん。そうよ。そうよ。そうよ。さんってファンの人からなんて言われてるの？握手会とかでちゃんとさ、公式のキャノンティって呼ばれてるの？みんなから、ね、キャさんでもいるね。キャさんでしょ。もうキャノンティって呼ばれることあるの？ファンの人から。あるよ。あ、本当？うん、握手会とかでキャノンティ来たよって言われるの？キャさんの方が多いかも。でもああ、そうよね。うん。公式のプロフィール全然読んでくれないやつやん。うん。そうね。確かに。キャノンティって読んだことないな、私も。最初の頃はあるんじゃない？キャノンティって。途中から出た気がする。突然出没したキャ。そう、姫たんが急に、あーそっか、キャって言ってたの。キャノンティ、キャノンティ、そうね。うん、うん、せやねー、せやせや。私もでも冬ってとは言わないよね。うん、でもなんか劇場公演とかだとなんかわかんない、場合によっては言うけど。ああ、キャさんって言うよね普段は。うん、キャさんもキャさんのことキャさん。え、そう、だから話してるときさ、キャさんなんとかキャさんなんとかなるよね。一人称ね。ね、でも劇場でもキャノンティって言わなくなったらもうさらっとキャさんって言っちゃうわ。うん、でもかわいいキャさん。キャ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 のキャ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 のキャのキャ。でも自己紹介さ、キャ中長を、なんだろう、中期研究生のキャだよ。なんかさ、なんていうの、キャ続き、キュとか研究生も急だし。確かにそういうの多いね。うん、確かに確かに。言いづらい、言いづらいね。ケーキ研究生も言いづらいよね。最初はもう慣れたけど、ケーキ研究生、うん、確かにずっとそういう系が続くね、キャさん。うん、そうなの。確かに確かに確かに。キュウキ研究生のキャノンティです。確かに。キャーとかキューとか多いね。キャキュキャキキキキャキキャキキャキュ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 キ
もうこの配信してるだけでも目痛くなってきた。なんで？目すぐ痛くなるの。なんか疲れやすい。画面 見すぎて。うん、かな。弱い。ブルーライトカットのさ、あれかけた方がいいんじゃない？メガネ。ブルーライトカットちょっとなんかフレームがさ、この今の服装とかに合わないんだよね。そうなの？うん。いや、ブルーライトカットはあるんだ。あ、キャさんたまにかけてるよね、それ。なんかさ、一番多いのは、でも、あの、なんかもっとさ、細くてさ、うん、丸っぽいやつ。黄色のやつ。ね、この間のさ、握手会の時さ、行きと帰りでメガネか、変えるみたいな。あ、そうそう。なんか謎のこだわりを言って、めっちゃいじった覚えある。変えるだけなのになんでメガネ変えるのって。じゃあなんかスマホ使う時は、こっち、うん。そうじゃない時は、もう一個の方が、形が好きだから、うん、そっちにする。それはブルーライトカット？うん、うーん、それかけてやればいいじゃん。これだったら全然いける。いけるの？いいし。え、コンタクトはかけてる？うん、たまにカラコンするけど、カラコンってないってか、どういくつとかわかんないんだけど、うん、やばいね。まあでもそっか、ずっと目良かったらさ気にしないか。確かに。なんかこれがさ、見えない意味がわかんなかったの。何、文字が見えないとかさ、なんか上横とかがわかんない。あ、そう、開いてる方がさ見えないの。そう、それがね、うん、最近わかるの。おお、今までわかんなかったの。そう、その理由が分かんなかったんだけど、最近人が見えないとか分かる、うん、確かに。やばいね、眼科行った方がいいね、それはね。うん、行った方がいい、それは確実に。次もカンペ読めないかもだから。やばいじゃん。やばいよ、それはね。やばいよ、やばいよ、キャさん、リケジョっぽいって。ああ、そう、キャさんリケジョだっけ。うん、キャは文系。キャは文系、文系だけど、でも数学とか好きだった。え、すごいね。うん、さんは国語以外の教科を捨てて歩んできた女だから。ほんと？うん、でも物理とかはね、苦手だったよ。苦手だった。そっか、でも確かにキャさん数学得意そうだもんね。うん、別になんか数学嫌いだから文系行ったとかではないんだけど。え、そうなんだ。うん、偉いね。逆になんか歴史とか覚えるの苦手なんだよね。なんか世界史、日本史、うん、とか。わかる。確かに。もう弥生終わったら捨てたもん、全部。メリーモン、メリーモン、ね、中野なんか幕末とか同じような名前の人出すぎて、もう。そう、なんかテスト用にさ、なんかよくわかんない覚え方してたけどさ、うん、全然身になんなかった。わかる。無理よね。うん。縄文弥生と現代をめっちゃ勉強して、そこだけめっちゃ点取った。ねえ。いや、同じタイミングでさ、同じ場所書いててめっちゃ面白かった。あ、なんとか現象じゃん、それ。顎書いてた。下に。嘘。全然ありえなかった。キャさん、でも書道得意。キャさん書道と、あと何、なんだろうね。体育もものによってはって感じ。体育毎回一番上の成績だった。あ、本当？5段階やったら5だった。
え、それは、ん？5が一番いいってこと？うん、一番いい。ねえ。10段階だったら10だった。いいじゃん。うん。腕しか点取れない。得意なの？得意。美術は2。ねえ。10段階中。体育っていうイメージない、あんまり。ダンスはね、ちょっと初めてだったけどね。本当にね、運動はね、できたね。できなくてもね、なんかね、負けず嫌いすぎてさ、うんうん、なんかシャトルランとかあるじゃん、うんうん、女子の中で最後の2人とか3人になるまでね、うん、ずっと残っててね、後でめっちゃ、ね、吐きそうになりながらできないけど根性だけで生き切る系。あ、でもちょっと似てるかも。私とかはめっちゃ得意で、うん、うん、なんかもうなんだろう、気持ちの問題じゃん。そうそうそう。でもあの競技とかが苦手だったんだよね。うんうん、どうにも気持ちじゃどうにもなんなかった。まあ、球技私バレエやってたからさ、まあまあ、あできてさ。そうね。うん、そうね。全然よかった、体育。あとは壊滅的だったけど。うん。そうね、うちら免許持ってるよね。免許持ってる。来年更新に行く。あ、ブルーになる？え、1回目でなるんだっけな。あ、1回目だっけな。まだ緑かもしんない、わかんない。え、なるんじゃない？なるかな、わかんないけど。なるかな。なんか番組とかでさ、うん、なんか免許のさ、なんか持ってる人でなんか番組があったらいいけど、うん、運転してどっか行くみたいな。そう、熱海行きたいな。え、何県？静岡かな。運転できないな、怖いな。運転さ、なんかできる機会がなくない？そもそも車がない、うん、確かに。でも怖いな、高速も怖いし。え、ね、私高速の方が好き。え、無理。まずさ、なんか ETC 通ってさ、うん、普通の高速にさ合流するじゃん、うん、パーキングとか入った後出るときとかさ、うん、合流が無理。うん、言ってたね。そうだ、うん、なんかあれってさ、なんかトロトロさ、なんか待ってるよりさ、うん、一気にアクセル踏み込んでさ、うん、早くさ合流した方がいいって言われるけどさ、うん、怖すぎてさ合流無理。確かに、それはわかる。怖い怖い。なんか話してるだけでお腹すくね。ね、わかる、超わかる。怖いよね。なんで？怖い。なんか怖い。話してるだけでお腹すくん。怖い。わかるよ。ね。あともう10分、15分。もっとやるか。ね。今日 K2 さん5時からだよね。確か。わかんない。え、わかんないよ。早いんだね。土曜だから 5時からな気がする。ああ、そういうこと。どうだろう。わかんない。どうだろうね、わかんないね。
そうです、だって。じゃあ17時まではこのショールームを見ていただいて、17時になったら皆さん公演を見てもらうということで。うん、せやな、せやな。でも5時までやってもちょうど2時間ぐらいか。3時から始めたもんね。うん、早いね、2時間経つの。うん、早い。ぼーっとしてたら全然すぐ経っちゃうね。あっという間。でも体感20分ぐらいしか経ってない。うん、確かに。そうだよ、キャさんとフさんはマブダチ。たまにね、変なこと言ってもね、キャさんにね、軽くね、あしらわれるの。苦笑いでするされる。キャさん？うん？友達だよ。友達でしょ、キャさん。うん。面白い。面白いわ。キャソン、キャソン、キャソン。なんだい。なんだいな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 、なんだいな、なんだいな。ここの横の髪がすごい伸びてきた。マジで長いよね、髪。うん、切りたい。でもキャさんね、入ってすぐの一発目のさ、うん、なんだっけな、青い衣装で撮った壁写の時すっごい短かったよね、キャさん。肩ぐらいだった。そうね、肩ぐらいだった。それ考えたら伸びたよね。うん、めっちゃ伸びた。ね。すごい伸びた、キャさん。でもなんか伸びたままにさ、してるから、それで見慣れたけどさ、本当は入ってすぐもう、どれぐらいかな、キャさんこれぐらいだったっけ、うん、めっちゃ短かった。ね。うん。さ。そう。多分オーディションとまだその前ぐらいがボブぐらいで、うん、入ぐらいで肩ぐらいに伸びた。で、今ある。ああ。もう切らないの？ね、切りたいよ。切りたいけど、うん、なんかめんどくさいじゃん。いろいろ申請とか。でも、キャさんだったら戻すだけだからいいんじゃないの？もともとが。まあね、確かに。めっちゃ短かったし。まあ、いつか昇格したらね。だってここまである、まあ伸びたよね。うん、キャさんが一番伸びたと思う。伸びた。まあ伸びるよね。うん、伸びる。あっつ伸びるよ、そりゃ髪は伸びるものだ。そうだよ、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 そうだよ。なんか普通にさ、喋ってるとさ、会って喋りたくなっちゃうね。ね。そうなんだよ。ね、キャさんと会うとさ、なかなか離れないんだよね。うん、前さ、バイバイの時間になってさ、電車めっちゃ来てるのにさ、キャさんがさ、この電車乗らない、次で行って、どんどんさ、次の電車、次の電車にさ、なんてさ、結局めっちゃ、ね。なんかさ、うん、公演終わってからさ、お疲れ会したじゃん、うん、で飲んだんですよ。で、なんかその帰りにここで今ふさんとバイバイしたらもうずっとこの先仕事はないから、ずっと家にいたり、なんか誰とも直接そこもう会話できる機会っていうのがなくなるから、もうここで話す、もう話せる分を全て話さないと、もうダメって思ったの。キャーさん、そんな悲しいこと言わないでよ。
その後しばらくもう一人でもう家にいるっていうのは分かってたから。うんうんうん。そう。あれ以降しか行ってないし。何本ぐらい電車逃したかな。結構、ね、来る電車来る電車もう次でいいや次でいいやってなってて、どんどん次でいいやってなってて面白かったあれ。うん。ね。うん、でも会う人に会うのいいもんね、やっぱり。なんかそう全然会わないから、そうやっぱ会った時に会っておかないと。わ、うん、かる、わかるよ、それはわかる。でもふさもね、人、うん、心を開いた人にはすごい好き好きなるタイプだから、うん、うん、会いたくてしょうがないよね今。寂しいよね。うん、わかんない。ふさんもそう。ふさん結構ね、なんだろうな、壁、なんだろう、心開く人と開かない人がいる人、人間だからさ、うん、開いた人にはもうずっと一緒にいたいって思っちゃう。うん、うん、そう。ピエン良いね。うん。ピエンピエン、私なんか心開くまでさ1年ぐらい必要なんだよね。あ、それもなんか人による。あ、そう。でも、うん、キャさんも私も結構同じタイプでも結構さ先輩とかにさちょっといけないタイプではあるよね。うん、そうね。なんか私もソーダさんだけはいけるけど、他の先輩はどんなになんか年齢近くてもマジで話にもいけないし、うん、なんならなんかちょっとなんか本当にどもってしまう。うん、わかるね。でも一回仲良くなったらすごい仲良くなるのタイプだよね、うんうんうん、キャさんといつから話してたっけな。でもなんかここ最近特にめっちゃよく話をするようになった。なんかもともとなんかさそんなに言う人いなかったかも私。ああ。喋ったりとか。うんうんうん。大学あったからっていうのもあるけど、大学の友達とかになんか話すことはあったけど、あんまりメンバーとかになかったかな。確かに。でも最近なんか喋るよね、よく。うん、でももともと全然一緒にいたけど、ね、遊びに行ったりもしてたしね。うん。みんなでいる中にキャさんもいたよね。うんうんうん。お寿司とか食べに行った時とかさ。そうね。でも二人で会うのは最近多いね。うん。そうだね。そうだね。キャさん、マジ今日できる女感すごい。なんかメガネかけたことによって、そのできる女度数が 50% ぐらい上がってる。うん。やばい。メガネがね、ちょっと、結構真面目っぽいからね。醸し出してる。うん。いつもしてる方は、もっと違うけど。いつもしてるやつ黒縁だっけ。うん、金金だっけ。ゴールド。かっこいい。なんかでこあるよ。金のメガネかけてたっけ。金ってあるどういうこと。金縁ってこと。うん、あ、そういうことか。ねえ、だってどういうこと。え、金ってなんかどこが金なんだろうと思って、うん、金の縁か。フレーム。あ、フレーム。そっか。うん、かっこいいね、キャさん。あ金か。うん、え、もう一個かけてるときさ、みんなの前でかけることあるっけ。あんまないね。なんか外出るときとかは割と。それが多いよね、今。今かけてるやつは結構よく見る、私も。
もう一個の方がね、かけてきてるよ。え、本当に？うん、本当本当。そっちの方が見慣れてるな。それかけて、なんだっけ、Mac 使ってるイメージ。そうだから、スマホとかパソコンの時はこっち。ああ。なんか事務所来る時とか。外出るときはもう一個が UV カットだからそっち使うか。なるほど。もったいない。誰かこっちはちょっと真面目な感じだから。なるほど。真面目なキャさんか。でもフサンのメガネと似てる。フサン茶色だよ。あ、めっちゃ似てるじゃん。ね、でもずっとこういうメガネ使ってる。あら、うん、でもフサンはブルーライトだからめっちゃね青くなるの思った。そう、ブルーライト強い系のやつ。そう、もうこう見てもブルーだよね。ね、うん、こんだけなんかカットしてるんだよブルーライト。すごいね。怖くない？逆にこんなにブルーライトあるんだって感じだ。うん、でもやっぱこれするとちょっと楽になるかも。本当に？うん。フサンはめちゃくちゃ目悪いから、ね、見えないから。めちゃめちゃ動画入ってますね。今日終わったら何しようかな。そんなやることないか、キャさん。きっとあるよ。ご飯を買いに行く。おお、自炊は自炊。あ、自炊もするよ。うん。今日のご飯は？今日はなんかさ、昨日鍋作ったのね。でも白菜だけなんか余っちゃったの。うん。だから白菜をどうにかして食べたいんだけど、うん、なんかどうにかできる材料がないからなんか買いたい。鍋の汁余ってないの？昨日の。余ってないね。あ、余ってないんだ、うん、いいな。何鍋にしたの？なんかちょっとなんだろう、醤油なんかしょっぱい系しようとか、にした。塩鍋？なんて言うんだろうね。豚骨っぽい。美味しそう。うん。いいな。美味しかった。いいな、いいな。いいな、いいな、いいな。なんか豆乳のやつにしたかったんだけど。うん、豆乳鍋。そう、私が買いに行った時になかったから諦めた。それは残念ですね。うん、でもキムチ鍋が美味しくない？ね、美味しいよね。キムチ鍋好きだな。わかるね。また辛いものを出してしまった。ね、思った。ね。わ、鍵穴始まったって。あと4分ぐらいですね、じゃあ。いやー、もう終わりやん。ね。でも2時間やった。ね、結構やったね。ね。ね。もう5時だよ、5時。やば。なんか夏ってさ、全然暗くなんないからあんまり感覚がなくない？うん、わかる。7時ぐらいまで明るいもんね。うん。すごい。9625人。すげえ、1万人ぐらい見に来てくれてる。やば。2時間で。すごいね。すごいね。イェイ、イェイ、イェイ。喉乾いたな。でも、あと。4分ぐらいだから我慢しよう。うん。あともう2分半ぐらいしかない。そうね。
そうね、そうね。言い残したことはない。ないね。よし。ないね。ないね。お腹が空いた、ただ。うん、わかる。ただただお腹が空きました。今朝は何食べるんですか？トトロ食べる。トトロ食べる？トトロ食べる。トトロ。トトロ食べる、トトロ。トトロ食べるの、すごいね。うん。それはちょっとニュースになりそうだね。今日のご飯は、トトロの味噌汁。謎すぎる。これトトロみたい？トトロじゃない。じゃあ頑張って練習しとくね。うん、して。ちょっとまだトトロじゃない。わかりました。うん。トトロ練習します。うん。してください。まあでも別にね、これ、あの、なんだっけ、ちんちこちんじゃないからさ、いつでもできるからさ、コラボ。うん、だいつかしよう。しよう。うん。そうだよ。ね、いつでもできるやつでしょ、これ。うん。いや。いや。Yep。だって一人でさ、配信しててもさ、なんか、寂しいもんね。たまには。そうそう。そうよ。ね。またやろう。うん、やろう。みんなありがとうございました。ありがとうございました。もうあと1分もないや。あと10、ね、もう少しで始まるから。みんな。トゥル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 。始まっちゃうから、これが。そう、始まっちゃうから、これ。ね。ケツさんも見てください。はい。それではみんなさようなら。さようなら。キャさん夜はやる？フさんも夜はやないです。キャは明日の12時から配信をします。お昼に。おいいね、はい。バイバイみんな。バイバイ。ありがとう。キャさんもバイバイ。バイバイフさん。キャさん愛してるよ。バイバイフさん、またね。バイバイ。ラブ。消すね。うん。バイバイ。バイバイ。